柏原市立国部小学校は、大阪府柏原市にある公立小学校。明治時代初期の学生発布に伴い、安宿部軍国部村2873年3月22日、堺県第25番小学校として開校した。開校当時の通学区域は、安宿部軍国部村、片山村、高井田村だった。その後学校制度の変遷を経て、 国分神城高等小学校となった。1887年には、安宿部郡玉守村及び延命村を通学区域に編入し、さらに町村制の実施により安宿部郡国分村、玉守村の2村を航空とした。国分村、玉守村は1931年6月1日に合併し、南河内郡国分村となっている。百四十一年四月一日には、 国民学校令の実施により、南河内郡国部国民学校となった。さらに1947年の学生改革では、国分町立小学校に改変している。南河内郡国分町は1956年9月30日、合併によって、中郷地郡柏原町となった。これに伴い同日付で、柏原町立国分小学校に改称した。 さらに柏原町は1958年10月1日に市政を施行して柏原市となり同日付で柏原市立国部小学校に改称した。地域の宅地化により1970年代以降、局首、旭日川か国部東の3小学校が国部小学校より分離開校している。特殊国部東、国部小学校統合を20年の歴史とともに、 踏み出す。新しい一歩。広報柏原第804号。柏原市役所。2020年2月25日。2から5ページ。2017年8月21日。閲覧。ありがとうございます。